はい、どうも、パティモス協会でございます。というわけで、ここ来ました。はい、展開苦労して宇宙人4匹倒し、なんとかここにやってまいりました。降りるしかないよな。なんかヘビ乗ってんのよ。大丈夫？ヘビいんの？他に。こんなとこにヘビ襲われるの嫌ねんけど俺。もうそんないやらしいことする？こんなとこに来て、ヘビとか。いや、とりあえず死んどれ。やめろ、お前、そういうの。そういうのやめてくれ。ビーおうオーマイガッドゲザーセーブポイントがある。ちょ、見えない。ちょっと直ってはよ。よかったー。や、えがったー。よかったー。じゃあ行きますか。こっちに敵がいるってことな。あ、こっちにもいるやん。いや、こっちから来たっていうことかな。やつは。なんかわからんけど。行くしかねえか。いや、もうだって絶対そういうっぽいとこ来てるやん、これほら。絶対それっぺえとこやん、これ。それっぺえところやん、これ。あ、そこ落ちてるし。え？どこ？どこだよ。うわぁ、見えへん！ずり！なに、なにそれ？ずるー。なんだよ、あいつ。そんなずるいことする、いきなり。真正面がいたな。どっか出てきたやろ。来た。あめ。あ、全然余裕じゃね、これ。危ねえ。リロード間に合うかな？間に合って。突っ込んでる。ああ！どこ行った？危ねえ。当てれば大丈夫。はい、リロード。真ん中だな。ああ！ブーン。いや、その俊敏に後ろ向けませんから、このゲーム。走り回らなあかんの。真ん中で待ってるんだダメだな。で、近づいてきたら、向こうだ。おい。後ろ。うわっ！ずり！それずりーぞ、お前、その技。見失って終わった、これ。見失わないよ。え？見失った？当たったでしょ、今。微妙なズレやめて。早っ。はい、リロード。動こう。あ、危ねえ。ちょっと動いた方がいいね。いや、動いた方がいいわ。あと一発。次、リロードね。はい、リロード。あぶね。よし、いいぞ。はい。はい。あと二発。はい。これ撃ったら、リロード。あぶね。危ねえ危ねえ、リロードやばかった。まだ半分だ。減らねえじゃねえか、全然。よし、はい、あと2発。はい、あと1発。よく狙え。はい、リロード。もう1発どっちに来るか、死ぬから。はい、はい、早い。あと2発。よし、はい。次撃ったらリロード。はい、
リロード。間に合え。よいしょ。はい。はい。あと3発。ああ、マリー。長えわ。戦闘長えわ。戦闘が長えって。回復してくれへんのか、体力。なんか体力回復してくれへんの、これ。体力回復してくれるとこないんかな。やっぱ入ったらやばいわ。どっかで体力回復してくれへんのかな。ずるいだろ、あんなとこ戦わせないと、体力満タンにさせてくれや。よし、体力ちょっと回復したった。放置して。奥行こう。仕切り直しじゃ。一発。あれ近いわ、そこ。そこ近い。そこは近い。はい。あと4発。この弾だけ、しっかりダメ。あ、赤いもある。なんか回復するやつあるやん。あと2発。回復薬あった。回復薬あるやん。助かる。だからそんなタイミングあるかや。半分。耐えた耐えた。あと3発。はい。2発。はい。次言ったら回復。リロード。はい、リロード。よし。はい。半分は超えてる。落ち着け。はい。3発。あと2発。あと一発、次でリロード。リロード、はい。減らねえんだよ。減ってる？体力減ってねえ言うほど。なんなんだよ。丈夫だな。勝てえわ。はい。こうな。うわっ！危ねえ！危ねえ！あと二発。はい。リロード、そこ先。はい。4発。はい。3発。はい。あと2発。はい。あと1発次リロード。はい。リロード。なかなかタフ。はい。死んだ？え、結構一瞬やん。獣の中にある鍵をこれ。よった、取った。え、なんか鍵取ったん？え、なに急に減ったやん。何これ急に減ったやんけど、あいつ。K って書いてある。やったったわ。なんだよ。回復薬取ったら余裕やんけ、そこの。余裕ってことにしといたろ、お前。あ、なんか、日のなんか行けって書いてたな。なんて書いてあった？全然わからなかった。とりあえずあそこでしょ多分。上の方でしょ明るいと、明るいとか、風車みたいなとこ、開けらんねえのかよ。違うのかよ。普通に開いたわ。場所はもう分かってる。よし、場所分かってると鍵使う場所は、俺はもう。まあ、この先にセーブポイントあったから、後ろ？あ、来てるわ。いや、ここで死にたくないからな、しっかり狙って言うと。この辺から、ドン！やつの霊が見え、どうやら呪いは解けたようだ。あとはここから抜け出すだけだ。よしよし。
いいぞ、いいぞ。こっちは上かな？上上がっていくんかな？どっから行けんだろう。ちょ、セーブし、まあ、あそこできてるし、いいか。あ、もう見えてるやん。あそこだ。あそこ、あの、明るいとこ。赤いとこ。あそこのところの鍵を開けて上に上がるということやね。ガソリンとかうんぬんかんのどうなの？あれ持っていかなあかんのかな、やっぱり。中に、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 なんじゃいそれ。新手いるやん。ここから新しい敵出る？他新しい敵出すか？こんなとこから新しい敵出す？おかしくね。だ。新キャラ出たで今さら。もう俺もう終わったもんやもんで。やってんのに。なんであいつ。I don't see a spirit. Looks like it worked.ジリジリするやつ、離れて撃てってことか。ちゅうかな、あいつ。どこにいた？見てる？え、死なねえぞ、こいつ。何こいつ。死なねえんだけど。どういうこと？逃げなあかんのかね。あいつ倒せへんのかな？やつ倒せないやつかな。もうとりあえず、こいつはやろう。あいつ無視しなあかんのかな？無視っぽいな。お前はええねん、別に。離れていこう。離れていこう。もう無視だ。あれは危ない。あいつから逃げつつ行けってことかもしんないね。あのビリビリしてるやつ。多分あいつから逃げていけってことだ。あいつに見つかったらやべえぞみたいな感じかもしんないな。あれでしょ。あの鉄塔に向かえと。あれか。出るなよ、余計な。一匹も出るな、余計なやつは。それじゃないし、あの、そのくるくる回ってんのとは。よし。急げ、急げ。もう終わりやろ。謎は何個かあるけど。もうその辺は、この際知らん。あの、ガソリンとか、あ、何やったやろな。近づくと出るんかな、まだ。罠だ。え、罠だっつってるよ。え、罠あんの？罠避けたんかな、今俺。むしろ。罠を避けたっていうこと。あそこ生きてんだよなぁ。降りれる場所ねえなぁ。こっち側から回るか。来た。来たんじゃね？アセーポイント。ここで落ちたくねえ。よし、セーブさせてくれ。よし。何、変質鏡？どういう意味な。あの建物でしょ、まず。これでしょ。これの鍵でしょ、さっきの。ここで落ちたくねえぞ、俺は。はい、よし、来た。あ、もしかしてこのポリタンク持ってきてやつ？ほら、やっぱそうか。ほんで、あそこのガソリンか。そういうこと、やっぱそうだな。ガソリンある建物を知ってんだよ、俺。救急箱いらない。置いとこいちよ。ガソリンある場所は知ってんだよ。ただ、それはどこだったか忘れた。まあ、とにかく行くか。知ってんだよ。あの、壊れた機械があったとこだからね。何回も行ってんだよ、俺。ただ場所がわかんねえ。こればっかは仕方がねえ。じゃあ、探し回ります。ここじゃね？あ、来た。来た。一人？犬っころも死んでたな、今。この辺これが。もしや来てる？来てるね。この辺で、いや、死んだ！ここで？ここで死ぬ？回復できねえんだよ、今。霊がいなくなって、
宇宙人から霊魂みたいなの取れねえんだよな。水沿いに行けということやね。水際を走っていこう。で、これビリビリのいっぱいいんだよ、これ。見えない見えない見えない。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。このビリビリやべえわ。近づくだけでダメージもらうもん。このビリビリしてるやつ。やべえ、体力もやべえじゃねえかよ。体力やば、やばす、ちょべりば。体力ちょべりばだね。ここにもいたな。やめとこうか。体力だいぶ減ってるし。今の時点でやめとこう。死んだら殺菌とかやり直そう。まだマシだ。水が。水まで入ってくんのかな、あいつら。泳いでくのかな。水の中で死んでたやつがいた時点で水に弱いんじゃねえか。水取っていこうか。これでいいんじゃね。水で泳いでいく。水戦法。これだ、これ安全じゃね多分。あいつは水入ってこねえっしょ。入ってくんのかな。泳いでいくという。この技。水に入ってるとこ見たことねえからな。でついであの、崩れた橋を渡らなあかんかったから、さっきのとこも。水の中にさえいりゃ問題じゃねえんじゃね。目的地も分かりやすい。見晴らしも良い。よし、この戦法だな。サメみたいなのいるわけないやろし。泳いでいこう。体力も回復する。自然とね。電磁波のやつが入ってこないでしょ、多分。入ってくんのかな。入ってきたら嫌やな。あれ、橋かな？橋まで戻ってきたぞ。体力をめっちゃ回復した。ずいぶんと泳ぎましたけども。一匹も敵と出会わなかった。最高です。一旦ちょっと上がっていくか。武器をのにしとこう。おそらくこれ崩れてる橋やね。先ほど殺されたのも違う。あそこ赤いのがある。まずあそこ行ってセーブしよう。水沿いに行って。崩れてるよな。オッケー、戻ってきた、戻ってきた。あのセーブポイントにまず行こう。滝ですね。滝の中入れんのかな、そもそも。どうなんやろ。ただの目印がてらの、この、なんていうの？あれかな。支流なんかな、もしかしたらこれ。この川の。どうなんやろ。一番北の位置に。位置してるのかな、北の位置にね。じゃあ、セーフはしよう。ポッキリはしない。ちょっと滝見てみよう。ここまで来たら俺の勝ちや。入れるかな、なんかあるかな、滝の中で。なんかありそうな雰囲気も醸してるけど、上がれなさそうかな。上がれないかな。上がれねえな。ただ目印っぽい。なんかありそうな雰囲気。あ、上がった上がった。骸骨ある。もう骸骨あるぞ。なんで取ってよ。あ、これ、もう取ったの俺、骸骨。え、何骸骨、もう取ったんかな。何やってんの。なんか出た。カカカカカカー、いいから出てたな。なんだろ、この骸骨。猿っぽいよね。なんか意味あんのかな。なんかあるわけでもねえか。ねえな。なんでこれだけ骸骨がありますってみたいなのかな。よし、じゃあもう一発セーブして攻めますか。危なかった。水に入ってみよう。水の中で一回も戦闘なかったんで。向きとしてはこっち方面でしょ。あれでしょ、宇宙人どっかいる？すでにいたら先に殺せんねやけど。あ、どっかで、あ、そっから出てきた。え、行った。お、来た来た来た。来てる来てる。
もう回復しねえんだよな。もう、霊がいなくなっちゃったからか知らんけど。回復する術がねえんだよ、だから。多分ここだろ。奴があんなに必死ってる時点で。来るかな？なんと、ちゃうわ。どっかの建物、あの建物や。ボロッチー小屋みたいなとこいたもん。いや、電磁入る。電磁入るやん。電磁入る。キャビンの鍵。電磁入る。やべ。ちょ、ちょ、離れよ。ちょ、あ、危ない。電磁入るやん。あいつやべえわ。危ねえ。殺されるぞ。ちょ、セーブしとこうか。挟まった。やべえな、あいつ。あれ、どこやったっけ、セーブポイント。こっちの方か。電磁入ったなぁ。あいつ厄介なの、殺せんもできひんし。殺せんのかな、銃で撃っても意味なかったしなぁ。キャビンの鍵。キャビンじゃなかったってガソリン満たされてる機械あったやん。これが殺した狼でしょ。こんなとこにいたか、お前は。そうか、そうか。この建物じゃないの？これやったと思ってんけど。いや、来てる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 。ヘルヘルヘル。やばい、離れて。ちょっと引っかかってる。やめろ。キャビンから開けるか。こうなりゃ、じゃあ。よし、何やんだ。よりにとても大きな音を聞いた。小さなところ。うわ、やべ！ちょちょ、死んじゃう死んじゃう。うわ、ずる！なんやねん。あいつ殺せへんのかな？